ゆみの村井というのも火曜レッスンの時間となります。承知お見舞い申し上げます。いよいよ夏の季節になりましたけれどもね、今日ご紹介するのは大井大輔さんね、の新曲願い星、発売は4月の17日発売になっておりましたけれども、今日はこの歌を、まあ、すでに歌われている方も当然いると思いますんでね、これから覚えようとする方に対してのレッスンで、レッスンになるかどうか分かりませんけど、まあ本人の歌を聴いた方が一番いいのかと思いますけど、一応レッスンっていうコーナーってことで設けておりますんで、ぜひまた覚えてくださればと思います。回転数は68回転になりますね。この曲も願い星は大井大輔さんがご自身で、作曲されております。最近前回もそうだったと思いますが、ご自身でまだ作曲されておりますね。素晴らしい才能の持ち主でございます。じゃあちょっとこう、そうですね、男っぽいようなそんな感じの振りで歌ってくださればよろしいかと思います。じゃあそれでは現状キーに近い感じでやってみます。じゃあ一度ワンコーラスぐらいでございますけど、よろしくお願いします。奥に鉛が
けど帰りたいけど、帰らない、帰らない、ないをつけてない、帰りたいけど、けどけどって帰り、同じ音なんですね。帰りたいけど、帰りたいけど、けどって下がると思ったら、けどって同じ音と、帰りたいけど、一拍半、帰ら、これ不転記号の半拍抜きます。帰らない、帰らない、一拍、ここ高いです。夜空ちょっと伸びして、夜空相手に、あー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 、月見酒、あーあー、月見酒。この押しの方は三番のどこか、ここ歌うの。あー、願い星。あー、願い星。これ3番の最後ですね。じゃあ、それでは、ウルクラス、歌詞間違いやすいんで、間違ったらごめんなさいね。できるだけ間違わないように頑張りますけど、楽譜と、おたまじゃくしと歌詞が離れてきますと、どうも歌い慣れてないとね、なりかすなんで。じゃあそれでは願いまし、ウルクラス参りましょう。Shut up.
本でしたね。ついつい流しがちになりますけどね、ここは最後の歌い方になります。ちょっとこうしどろもどろの、レッスンでございましたけど、まあ本人さんの歌を聴くのが一番よろしいかと思いますけど、まあカラオケの方もリズム感になっておりますんでね、そこのところ覚えてくださればよろしいかと思います。よかったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。